いよいよ放送。音楽の日2024でのナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスを見逃すな。53時間後に生放送開始。音楽の日2024でのナンバーアンダーラインアイの見どころを徹底解説。音楽の日2024が近づいてきました。今年も多くの音楽ファンが心待ちにしているこのイベント。53時間後には、 私たちはテレビの前でナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスを楽しむことができるのですこのイベントは毎年音楽好きにとっての大きな楽しみであり多くのアーティストが出演して最高のステージを見せてくれます今年も例外ではなく特にナンバーアンダーラインアイの出演が大きな注目を集めています彼らのパフォーマンスがどんなものになるのか多くのファンが興奮と期待でいっぱいです 昨年の音楽の日でも彼らは素晴らしいステージを披露し、多くの視聴者を魅了しました。今年はどんな楽曲を披露してくれるのか、どんなパフォーマンスを見せてくれるのか、待ち遠しくてたまりません。さらに、MC の中井くんと安住さんとの掛け合いも楽しみの一つです。中井くんはそのトークの巧みさで有名で、どんな話題が飛び出すのか、視聴者を飽きさせることはありません。 ナンバーアンダーラインアイのメンバーとのやり取りも期待が高まります彼らの衣装も毎回注目されており今年はどんなセンス抜群の衣装を見せてくれるのかファッションに敏感な視聴者も楽しみにしています「音楽の日2024」は午後2時から8時間にわたる生放送で行われ長時間の放送にもかかわらず多くの視聴者がそのすべてを見逃さずに楽しむことを計画しています この日のためにスケジュールを空け、友人や家族と一緒に見る準備をしている人も少なくありません。イベントの準備は順調に進んでおり、出演者もスタッフも一丸となって最高のステージを届けるために努力しています。音楽の力は人々を結びつけ、喜びや感動を共有することができます。音楽の日2024も、きっと多くの人々にとって忘れられない一日になることでしょう。 このイベントがどのように進行し、どんなサプライズが待っているのか、今からワクワクが止まりません。n o ア i のパフォーマンスが終わった後も、きっと多くの話題が SNS で飛び交い、ファン同士の交流が盛り上がること間違いありません。彼らのパフォーマンスの感想や、衣装についてのコメントなど、多くの視聴者が自分の意見を共有し合う場となるでしょう。このようなイベントは、音楽を通じて人々をつなぎ、 新たなコミュニティを形成すする力があります私たちもその一員としてこの特別な日を楽しみ共有することができるのです私たちは音楽を通じて多くの感動や興奮を経験しますが音楽の日2024はその象徴ともいえるイベントです視聴者一人一人がそれぞれの場所で同じ時間を共有し一体感を感じることができるのです この特別な日を迎えるために私たちも準備を整え心から楽しむ準備をしましょうそしてナンバーアンダーラインアイのメンバーたちがどんな驚きと感動を届けてくれるのかその瞬間を一緒に楽しむことができることを心から期待しています彼らの音楽とパフォーマンスは私たちの日常に新たな色を添えてくれるでしょう音楽の力は無限であり その可能性を感じさせてくれる音楽の日2024にすべての音楽ファンが心から楽しめる一日となることを願っています。視聴者もアーティストもみんなが一緒に楽しむことでこのイベントはさらに特別なものとなるでしょう。さて、53時間後にはどんな感動が待っているのか今から心待ちにしています。この特別な日を一緒に楽しみましょう。この特別な日のために 視聴者の皆さんもそれぞれの準備を進めています。友人や家族と一緒に見るための計画を立てたり、好きなアーティストのパフォーマンスを見逃さないようにタイムスケジュールを確認したりしています。また、SNS ではすでにイベントに対する期待や興奮が共有されており、ハッシュタグ音楽の日やハッシュタグナンバーアンダーラインアイなどのハッシュタグがトレンド入りするのも時間の問題です。こうしたイベントが開催されるたびに、 私たちは音楽の力を再認識します。音楽は言葉を超えて感情を伝え人々の心をつなぐ力を持っています No. アンダーラインアイのパフォーマンスはその一例であり彼らの音楽が持つエネルギーやメッセージは多くの人々に影響を与えることでしょう視聴者の中には No. アンダーラインアイのファン歴が長い人もいれば最近彼らの音楽に出会った人もいますしかし 彼ら全員が共通して持っているのは、彼らの音楽を楽しみ、共にその瞬間を共有したいという思いです。中井くんと安住さんの巧みな進行によって、イベントはさらに一層盛り上がりを見せるでしょう。中井くんのユーモア溢れるトークや、安住さんの落ち着いた進行は、視聴者に安心感と楽しさを与えてくれます。彼らの息の合った掛け合いは、イベント全体に一体感をもたらし、 視聴者を飽きさせることなく引き込んでいきます。音楽の日が近づくにつれて、ファンの期待は高まり、SNS 上でも活発な議論が行われています。どの曲を披露するのか、衣装はどんな感じになるのかといった予想や期待が飛び交い、イベントへの関心が一層高まっています。彼らの衣装は毎回大きな話題となり、そのセンスの良さが注目されています。今回も、 どんなファッションで登場するのか、ファンの間で様々な予想がされています。彼らのスタイルは常に新鮮であり、視覚的にも楽しませてくれます。ファッションと音楽の融合は、視聴者にとって二重の楽しみとなることでしょう。また、彼らのパフォーマンスがどのように演出されるのかも大きな見どころです。舞台セットや照明、映像演出など、すべてが一体となって一つのアート作品を作り上げます。 視聴者はその全てに引き込まれ、まるでライブ会場にいるかのような臨場感を味わうことができます。音楽の日は単なるテレビ番組ではなく、アーティストとファンが一体となって楽しむことができる特別な時間なのです。このイベントの成功は、出演者だけでなく、多くのスタッフの努力によって支えられています。裏方のスタッフたちが一丸となって準備を進め、 最高のステージを届けるために日夜努力しています。彼らの努力があってこそ、視聴者は素晴らしい音楽体験を楽しむことができるのです。視聴者も、そのことを理解し、感謝の気持ちを持ってイベントを楽しんでいます。53時間後、私たちは一緒に、音楽の日2024を楽しみ、ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスを見届けることでしょう。その瞬間を待ち望みながら、 私たちはそれぞれの場所で準備を進め期待と興奮を膨らませていますこの特別な日が私たちにとって忘れられない一日となることを願い心から楽しむ準備をしましょうそしてその瞬間を迎えるために私たちは一緒にカウントダウンを続けるのです